総理試練の日米会談。 安倍総理は今月17日から20日の日程でアメリカ南部フロリダ州を訪れトランプ大統領と2日間にわたって会談すると表明しました各ミサイル問題が中心となる北朝鮮への対応で拉致問題置き去りになるとの懸念これをですね払拭して鉄鋼などの輸入制限問題でもトップ会談での局面の打開を目指すとしています会談17、18両日でトランプ大統領の別荘で行われます安倍総理去年2月にも別荘を訪れています います。えトランプ大統領と会談したほかゴルフもプレーしていました。え貿易めぐってはですねアメリカによる鉄鋼アルミニウムの輸入制限について日本が適用を除外とするよう求めたんですがアメリカ側が押し切った経緯があります。安倍総理これまでトランプ大統領との個人的な信頼関係これをてこに日米同盟強化してきましたが今年秋の中間選挙まあ、こちらと密接に絡む貿易問題でそうした手法が通用するかどうかという見通しこれは立っておりません。え鉄鋼の など輸入制限問題ですけれども、まあ大丈夫なんじゃないかなんて最初思われてたんですが、結果的にはこれ田中さんダメでしたよね、日本はね。そうですよね。ねまあ、あまあ甘いこう,そう、ね、楽観的見方をね裏切られた結果になりましたけど、はい、うーんまあやはりこう中間選挙のね、はいえー、動向をアメリカ側は非常に気にしてますんでね。はい、もう。 り、折り合うことができないと。い。うような展開でしょうね。安倍さんが言ってもどこまでですね、え、期待通りの成果を上げられるのかと。ええ。まあ、話題をはぐらかされて終わりになる可能性もありますね、その部分はね。トランプ大統領ってのは、ラジオ機の方もご存知の通り、二面性持ってましてね。そうですよね。いや、こいつはいい奴だっていう一方で、こいつの笑顔には騙されちゃいけないみたいなね。なんかそんなことも言いますし。ええ。だからそういった点ではね、あの、今度、え、安倍さんがアメリカに行ってですね、トランプ大統領と会談して、 そこであまりこう外交的な成果が出ないと、はい、今ただでさえ安倍政権、えー、逆風が吹きまくってるんで、はい まあね、ええ、とどめ刺されないことをね、あの、祈ってますけど、ええ、まあ祈るって言うとまたですね、安倍陽子って言われるかもしれませんが。いや、でも日本の国益ってものを考えた時にはですね、これなんとか頑張ってもらうしかないわけでして。またね、アメリカの国益考えても、鉄鋼とかアルミニウムのね、あの、輸入制限をするってことは、割高な鉄鋼やアルミニウムを、アメリカのこう、まあ製造業者がね、利用せざるを得ないんで、アメリカの国益にとってもですね、悪いんですよ。当然日本 こういったことは、まあ、本当に、こう、政治的な選挙目当てだけの話で、具体的に言えばですね、アメリカのこの共和党が、えー、民主党的なね、再分配政策、はいはい、えちゃんとお金で、えー、まあ、貧困家庭だとかですね、はいはい、えまた衰退産業で働くような人たちに、えー、お金を与えることがですね、はい、再分配政策としてできないという、はい、まあ政策のミスを海外に、はい、あの、なんか、転化してるっていうか、 押し付けけてといいいううふうに見た方が本当はいいんですけどね、はい、まあこんなことを言ってもです、ね、でもう、えー、政治がらみなんで、はいえー、理性的な議論がなかなかできないっていうのは、もうアメリカのこの、えー、なんて言いますか、貿易戦争がらみのと、ねはい、時には、もう毎回毎回なんですよねでも秋ですよね、その中間選挙が。はい、で、今仕掛けたその貿易戦争と呼ばれている中国との,この関税問題ですけども、はいあの、これで景気が、アメリカ国内の景気が冷え込んでしまったとしたら、えー、トランプ大統領の支持率も落ちる とそうですね。えー、あの、今のですね、アメリカの経済政策、えー、財政、金融、そしてこの、まあ、えー、貿易関係、はいまあ。トランプ政権の長期的なですね、政策のスタンスが分からないと。はい、今もですね、貿易関係はもう選挙目当てであると。はい、つまり、秋以降の展開が分からないわけですよね。えー、ひょっとしたら、えー、今すごい強気なんだけど、秋以降はですね、えーえー、その姿勢をまた転換してしまうんじゃないかとか、うねえー、いうような見込みも立っちゃうわけですよ、平気で。はいえー、で、財政も金融もですね、いまいちこう、う ふうに向くのかわからないと。ひょっとしたらですね、えー、金融政策も利上げしていくっていうのをですね、はい、継続しないかもしれないというような見方が立ってしまうとですね、金融財政そして貿易関係、トランプ政権のやることがですね、いまいちよくわからないっていうことで、市場に不安定性が、あ不確実性がですね、はいえー、蔓延してですね、まあ、株価のですね、下落とか、はい、で、為替の乱高下なんかに導き、あの、つ、あの、つながりやすいというような状況になってですね、これ結果的にアメリカ経済及びトランプ政権 政権をこう痛めつけてる結果になってると思うんですよね。はいえー、はい。中国、アメリカ百二十八品目に報復関税。 アメリカトランプ政権が打ち出した鉄鋼アルミニウムの輸入制限に対抗して中国政府昨日アメリカ製品128品目に最大25%の報復関税を課す措置これを発動しました中国さらに大規模な対抗措置の発動も示唆しておりまして両国の貿易摩擦が一段と深刻になる懸念が高まっています中国の財務省の発表です対象128品目の輸入額合わせると30億ドル3180億円ですアメリカが3月 23日にに発動した鉄鋼ととととアルミニウムの輸入制限によるる被害こここれを埋め合わせることが目的だということですね、えー、ですから、自分たち中国が受けるこの損害分ぐらいのやつを、うん、まあ、ってしまえば、かけるんだというようなことのようなんですけれども、まあ、この中国の対米報復措置ですが、えー、田中さん、これ、どうご覧になってますか。本当にね、えー、これをやってしまうと、はい、えまあ無制限にいきそうな雰囲気も漂うんですが、えー、まあ、そこまでですね、行かないとは思うんですよね。えー、やはり までもこの秋の中間選挙までの、うんはい 対抗措置だとは思うんですよ。それ以降がね、先ほど見ましたように、どういうふうにトランプ政権が動くのかっていうのは全くわからないと、はいえー。政治絡みなんでね、ひょっとしたら、えー、もう貿易戦争は選挙終わった以降はですね、はい、手じまいになるのかどうか、はい、それすらもわかんない。つまりやはりこう政策の不透明感が非常に増してしまっているので、はいえー、市場関係者がですね、どう,どう判断していいのかわからないと。企業、はい、もですね、うん、消費者も。はい、そういったものがですね、今世界経済の、こう、なんて言いますかね、 不確実性を増していいるよようなな状況でですすねね一つ冗談みた話中国もこんな3,180億円ですかはい。これ、自分のところの損害を受けてて、アメリカもそうですよね。そうです。もう3,180億円、中国、あの、アメリカにですね、キャッシュであげて、え、アメリカのその衰退産業に張り付いている方々にですね、え、キャッシュ配った方がいいです。中国版ヘリコプターマネーの方が、よっぽどまだ、あの、生産性がありますよ。本当に。はい。まあ、そうならないところがね、え、 まあ、不幸なところなんですよね。えー、はい。 今朝のコメンテーターは経済学者で上部大学教授、田中秀富さんです。この時間は田中さんに、景況感8期ぶり悪化、円高貿易摩擦に警戒感、こちらについて話を聞きます。日銀が昨日発表した3月の短観、全国短期経済観測調査で、企業の景況感を示す業況判断指数、大企業の製造業で8時半期ぶりに悪化しました。まあ、前の回がですね、2017年12月の調査、まあ、ここから2ポイント悪化です。プラス21 4でした悪化が目立ったのが鉄鋼や非鉄金属といった素材業種です。田中さん、改めてこの結果、どう分析されてますかえそうですね、ある程度予期できたところで、はいえー、やはりこのですね、えー、製造業を中心にしたですね設備投資、えー、投資のです、ね、勢いが、はい、去年のですね後半から徐々に弱まってきたっていうのは、ですね景気のです、ね、勢いを示すような、単管とは別なですね、はい、私がですね独自にこう重視しているような、はいあの の指数ががあるんですが、はい、それを見るとですね、はい、ま去年の終わりぐらいからですね、えー、まあ年明け。 徐々にですね、その指数の、つまり景気の勢いが弱まってるってことはですね、あ<ー>まあ予期できたので、<い>まあそれほどですね、えー、悲観的なものには思ってないんですよね。<い>まあある種、調整局面で、えー、まあいろんなところでも言われてますが、うん、今回の単価を見,、はい、見ますと、やはりこう、人手不足であるとかですね、はい、いろいろな、まああのー、景、え、気、ー、がむしろですね、はいよ、ある程度良すぎちゃって、はいえー、それでこう、設備とかですね、いろんなものが追いつかないと。はいえー、これ専門用語で。 とあの、供給って言ってるんですが、供給が需要に追いつかないような状況なんで、例えば人手不足である、あればですね、まあ、いろんな、あの、ソフトウェアだとか、機械だとか、そういったものに投資して、え、人手不足に対応するような投資をするわけですよね。そういったものがまたですね、盛り返すんじゃなかろうかという見方もできますよね。はい。他方で、やはり、現在ですね、アメリカ、特にアメリカのですね、経済政策のこう行方がですね、非常に不確実性を増しているというような状況があると。貿易 戦争的な面であるとか、はい、え財政金融のですねトランプ政権 FRB のスタンスがいまいちですね、はい、え不透明感があるということで、はい、アメリカの株価がですね非常に乱高下してでそれに日本もですね引きずられているようなですね状況です、はい、そうなるとですねやはりですね、えー、まあ大企業を中心にですねかなりやはりこうまあ ちょっと投資、ここはですね、控えて、慎重に行こうかなっていう、え、マイナスな方法の力も働くと。プラスマイナス両方、今そのせめぎ合いのところだと思うんですね。え、これからどうなるかって非常にですね、重要な局面になってきてるとは思います。はいまあ、確かに世の中いい時もあればね、そうじゃない時もあるわけで,であの、どん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 良くなるとですね、これは本当に大変な状況です。右肩上がり。ええ、そうです。はい。うん、ということですよね。さて、あと一方で、その市場の注目度が高い大企業の製造業の18 年度の想定為替レートというのがあります。まあ、これが1ドル109円66銭でした。今、一番新しいというか、現在動いている為替を見ると、1ドル105円89銭ですね。あ、今また変わって105円86銭という状況。えー、今お伝えしたように、1ドル109円66銭とは、結構開きがありますよね。そうなんですよね。えー、FRB はですね、はい、段階的に利上げをすると。はい、で、日本銀行の方はですね、金融緩和を続けるっていうふうに一応言ってると、えー、そうなると。 通常はですね、えー、円安ドル高に触れてもおかしくはないんですが、はい、えー、今ご案内があったように、はい、実際にはですね、円高ドル安に、えー、触れてると。<laughs> これは一見するとですね、ちょっとなんか矛盾するんじゃないかというような見方もあるんですが、うん、実際にはですね、えー、アメリカの財政、金融政策、そして、えー、貿易戦争に関わるような部分で、え、はい、アメリカの経済政策の行方のがよくわからないと。はい、その不透明感がですね、えー、こういった為替レートにも悪影響 じゃあ、ど、いつになったらですね、その、こう、不透明感が払拭されるかというとですね、はい、これ結構長くかかりそうで、例えば貿易戦争と言われている面をとってもですね、やはり中間選挙が大きくかかりますね。のねえー、だから秋以降になんないとですね、なかなかですね、はっきりしてこないと。はい、で、FRB がですね、利上げをこう進めていくっていうのもですね、本当に今の状況で、えー、予定通り行くのかどうかという、はい、見方でですね、また市場の方が はですね、ええー、まあ、よくわからないというような風な姿勢を持ってるわけですよね。はい、これもやはりですね、飽きいじゃないとなかなかですね、発っしてこないんじゃないかなと思いますね。はいはい、で、一方で、日本の金融政策完全に受け身なんですよ。はい、あら、やだーんって感じでですね <laughs>。あの、アメリカのあ、いけね。今そんな感じなんですねす。すごい真面目な話言ってて、いきなり、あの、いい感じです。 まあ、あの、すいません。えっと。そういうふうになってしまうとですね、やはりこう、日本のですね、政策受け身なんですよ、完全に。それは、あの、一応、日銀は金融緩和を続けますと。で、安倍政権もですね、あ、まあ、後でまたやりますけど、あの、ともかくいかんですな。よっしゃぐらいで行きたいですそうですよね。はい、また後ほどお話をお伺いします。